宗寧寺は千葉県市川市河野台にある総統州の寺院。江戸時代に石造説として総統州の宗正を司った。三号は暗黒山。隣接して里見公園がある。英徳三年、大見守護の佐々木氏よりが通幻石霊を昇平して、同国坂田軍事宗村に宗寧寺として建立した。三年、戦乱によって、 宗根ネイデラが消失。八世十持ち越しを州長は、東う海国掛川に退避して同地に、上安寺として再建した。この上安寺は、永六年間に戦乱によって消失。十字らは、日立国に落ち延びた。天正三年、上安寺は、北条氏政によって、関宿和殿に移転。これは、上安寺再建を図る十一世十字義王政君の、 単元と関宿城の柳田氏に対する宇治政の建政策の合致によるとされている。その後、宗根寺の旧称に服す。北条氏からは二十館、同志滅亡後の新領主、徳川氏からは改めて二十国が与えられた。現那三年、徳川秀忠によって、関宿内町に移転。漢文三年、徳川家綱によって、現在地に移転。これは、 江戸川の洪水を避けるためという。2年後に寺寮として128国ごとを与えられ、総統州関東総六市となった。寺は、河永3年後の消失し、文久2年再興された。明治維新後、治療が新政府により上置されている。千葉県市川市港の第3の10の1。ありがとうございます。